このスタジアムで今日はどんなゲームになるのでしょうか。この時間は東京ヴェルディ対アルビレックス新潟、こちらの一戦をお楽しみいただきます。こちら今日の昼間の天候は晴れです。予報通りすっきりとした空の下デーゲームが行われます。ヴェルディはこの試合 4-4-2 というシステムで臨んでいます。どうご覧になりますか。そうですね、昔から、あるバランスのいいシステムですよね。そうですね、フラット型の場合システム全体がサイド攻撃主流になりますからね、サイドハーフとの連携が大切になってきますよね、はい、また強いダイヤモンドを作る形でもバイタルを作るためには相手ディフェンスをできるだけ散らす必要がありますから、キープレーになるのは、サイドバックになってきますよね。今ファーストハーフが始まりました。東京ヴェルディ対アルビレックス新潟、この序盤ゲームの入り方としては相手よりも先に主導権を握りたいですよ ね。 そうですね、自分たちのフットボールをする、そのためにはまずファーストシュートを狙っていくことですよね、はい、ゲームの序盤見ていきましょう。ミキ、この位置で受ける、ボールの横のパス、あ、つながるか、もうこれいいでしょ、クロスを上げる、ここ拾って次につなげたい新潟、ここで受けてすぐ上げる、すぐ、これはよく止めました。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これヴェルディが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。秋山、新潟は先ほどから比較的狭いスペースへのパス回しが目立ちますね。そうですね、常にトライアングル、これはどうだ、いやー、これよく止めましたね。いや、素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。ヴェルディは相手カウンターをしのぎましたが気をつけたい場面でしたね。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。コーナーキックのチャンスになります。上げてくる、どうだ、クリア、このピンチをなんとか出します。さあどうする、中人数揃っている、上げてくる、だが、あっ、ダメだ、キーパーこぼれた、いやいやいや、ナイスセーブ、いや、これぞ過ごすんですよね、素晴らしい反応ですね。ピンポイントで合わせてきましたがこのヘッドは決まりませんでした。キーパーからのロングフィード、宮本、さあカウンタースピードを上げたいところ、裏のスペースを狙う、いいボールだ、さあ来たか、シュートレンジです。今日はまだゴールシーンは見られていません。ご覧のように0対0です。ルーズボール、リズムを刻む、お、いい形ですよ、これはクリア、ここで受けて、お、いい形じゃないですか、カウンターを仕掛けます、置きましたよ、まだ持っている、さあどうだ、抜けてきますね、いやいや、ファインセーブです、いや、よく止めましたね、ファインプレーでしょうね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。ボールが上がる、どうだ、さあどこに出してくる、これいいでしょ、開きましたよ、前シュート、いやー、先制、ヴェルディ、いやー、いやー、刹那の隙も見逃さない、ディフェンダー間のコースをついた正確無比な、そのシュートコントロール、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね。ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。これは一瞬のスペースを見逃さずプラスの判断ができた結果生まれたゴールと言えますね。そうですね、これは打つ前のパス交換が綺麗でしたよね。相手ディフェンダーは完全に翻弄されて対応遅れてましたからね。
やはりマークを振り切る動きと決めれるところで決めることができる決定力がこの素晴らしいゴールを生んだんじゃないでしょうかね。さあヴェルディ先制ゴールを決めました。1対0。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね。はい、ゆるく狙ったボール、コーナーキックとなります。上げてくる、どうだ、これを拾いたいヴェルディ。さあ繋がるか、クリアです。秋山サイドへ、小野スルーパスを狙う、いいボールでしょう。さあ来たか、どうだ、クロス、これはクリア、新潟ボール。ここで受けて、どうだ、秋山チャンスを演出できるか、ヴェルディボール。いいここまで攻めたんですけどもね、これはつながりませんでした。ここで受けて、撫でるようなボールタッチ、大きく縦、森田さあ右へ預けて、このボールはつながりません。キーパー前へ蹴り出します。そして今前半終了の笛が吹かれました。結果前半1対0、ヴェルディまずは前半先制して折り返しました。選手たちの表情を見ていてもチーム内の雰囲気の良さが伝わってきますよね。ここまでいい流れで来ているので後半も続けていくことでしょうね。東京ヴェルディ対アルビレックス新潟、ヴェルディが1対0でリード、後半に向かいます。後半キックオフです。ヴェルディ1-0リードです。宮本、藤原、秋山、藤原、宮本、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。さあ中央へ、フリーだ。さあどうする、いけるか、どうだ、大きく縦へ、さあ一気にカウンター、このパスが抜ける、もうこれいいでしょ、勝負、ミドル、どうでた、おっとクロス、アウトまで来た、ピンポイントで合わせてきます。点で合わせてきましたよね。ヴェルディ決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。新潟はここで選手を変えます。さあ新潟、同時に2人の選手が入れ替わります。大きく前線へ、新潟が先ほどからどんどん人数をかけて前線でプレッシャーをかけに行ってますね。そうですね、相手のバックラインまで積極的に行ってますからね。はい、北澤さん、そのような高い位置でボールを奪えれば一気にチャンスになりますものね。なりますね、ショートカウンターですね、まあそのためにはただ人数をかけるだけではなくて、はい、チーム全体として連動して相手のパスコースを潰していかなければいけないんですよね。そうなるとかなりスタミナの消耗が激しいので、はい、一人でも足が止まるともう連鎖的に厳しくなってしまいますよね。ポイントとしてはいつまでこのハイプレスが持つかですよね。そうですね。さあ来たか、ここは間合いを取る、どうだクロス、まだある、さあどうだ、来たか、シュート、ルーズボールになる、ヴェルディここは大きくクリア、危険なシーンでした。ヴェルディがメンバーチェンジをします。この位置でボールを受けます。仕掛けるか。自分で行く。これはどうだ。これいいでしょ。シュート。触る。
今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。さあどうする、いいプレッシャー。山田この試合アシストを記録しています。おいい形じゃないですか。ワット裏を狙う、ボールの下がり、おっと来て1対1、いやー追加点、ベルディ、いやーリードを2点に広げます。これは見事なカウンターからのフィニッシュ。北澤さんどうご覧になりますか。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。いや今のは見事にスペースを有効活用できましたよね。いやパスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。さあ共に選手交代があるようです。さあヴェルディ得点を重ね2対0という展開。ヴェルディとしては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができているってことなんじゃないかなと思いますね。なるほど。さあカウンターのチャンスになります。トップで収まればねシュートまで行けた攻撃でしたけどね。長いボールを送ります。さあどうする、チャンスを演出できるか。パスをつなぎます。アーチのようなパスと、これはつながりません。両チーム同じタイミングで動いてきます。大きく縦へのアーチ、いいプレッシャー。新井縦へのボール、裏のスペースを狙う、これを拾いたいヴェルディ。ここで受けて、さあどうだ、もうこれいいでしょ、シュート、いやー、このクリアボール次へつなげたい。カウンターを仕掛けていきます。抜けてくる、激しいボールの奪い合いです。ルーズボール、さあ左サイドへ上げてくる、どうだ、堀米、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。さあここでカウンター、このボールに触ります、縦を使います、クリア、このピンチをなんとか出します。笛です。2対0、ヴェルディ勝利です。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。ヴェルディとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。そうですね、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。今日の解説は北澤剛さんでした。北澤さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。